こんにちは、ノージスです。今回はこの時代なぜ哲学が必要なのか、はい、このトーク番組で、はい、伝達したいと思います。萩さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ先生、早速質問なんですけれども、今のこの時代ってですね、本当にもういろんな情報がもうありふれすぎて、何を学んだらいいかが本当にわからないんですけど、何を学んだらいいんでしょうか？そうですね、本当に情報知識過剰の時代って言ってますよね。間違いなくね、はい、哲学、はい、この時代に本当に学ばなきゃならないことは、私はね、哲学だと思います。はい、哲学ですね。はい、じゃあなぜ哲学なんでしょうか？今人工知能が登場して、パンデミックも起きて、パンデミックはね、これ世界三次戦争のようなものですね。そのぐらい大きな時代が変わるときには、必ずね、基準点がリセットが起きる。今までのその基準点ではね、通らない。意思決定をするときに、今までの古いマニュアルとか基準点ではね、通らない時代、人工知能 AI まで登場して、人間より IQ1 万倍ですよ。そんな時代に住む時には、今までの人類が経験したことない、ね、そんな時代になってしまうから、本当に哲学が必要、基準点が変わることだから、哲学が必要だと思います。ありがとうございます。はい、いや、本当にこう基準点が、まあ、このコロナウイルスパンデミックによって基準点が本当に変わってきたなというのは社会を見ててもよく思うんですね。ただその、まあ、その中で哲学を学ばれる必要がある。ただ哲学ってどうしてもちょっと何を言っているかわからないなと思ったり、やっぱ難しいイメージがあるのと、やっぱ哲学を学んで、じゃあそれがどういう職業になるのって、どうやってそれがこうお金になっていくんだろう、そんなイメージがすごくあまりちょっと弱いんですけど、じゃあこの哲学ってちょっと分かりやすく一言で言うと、どんなものなのか。一番ね、哲学のディファインをよくやっているのがカンツ。私から見たらね、人間は何を知るべきか、何をやるべきか、何を希望するべきか、人間とは何なのか、まあシンプルですよ、これ。この4つに対して明確な、ね、基準点をしっかり持つこと、これが哲学だと言えますね。明確な基準点を持つことが哲学。はい、はいはい、ただ今本当にこの基準点が大きく変わろうとしているこのタイミングだからこそ、その本当に基準点を持つことも大事だと思うんですね。ただ今までのその哲学と、今ちょうど基準点が変わろうとしているこの時代、今から学ぶべき哲学、これに違いがまずあるのか、でもし違いがあるのであれば、まあ、どういった違いがあるのかを聞きたいです。実は人間は基準点が常にシャープに進化しなきゃならないんです。実はだから我々歴史を見た時に、まあ、昔ね、弔問とか言ってるよね、日本では神を、ね、崇拝する、なんかアニミズムとかね、やりますよね、宗教の世界、いかにと神を信じる人たちの時代があったら、次は戦争ですね、軍人たち、ね、いかに人を殺すができる力強い勇気がある人たちの時代から、次はなんかビジネス商売でいかに儲かることができるか、その時代から今は労働者、知識とか技術者とかね、その人たちの時代から、これがもう人工知能ができるようになっていくから、次の時代の人間たちが何がメジャーになっていくのかってね、した時に、人間しかできない最高の人間だけができるこのね、感動ですね、人間しかできない美的感動、美哲学とかね、そのことだから、だから歴史が大きく変わっていくから、その時代の新しい概念が必要。一言ではっきり言おうとすれば、今までの全ての概念をこうゼロ化ができるほど、そして全く新しいイメージ概念の発見、それを使って今までの全ての概念イメージとつなぐ道ですね、それを発明って言ってることができるんですけどね、発見発明が
ね、実はだから哲学の、まあ、違う意味での用途機能にも当てはまりますね、はい、だから今までの哲学自体はその時代の哲学だから、こんなに AI まで登場する、で科学技術の終焉って言ってますよね、シングラリティ、はい、2045年って言ってることだから、だから数学物理学を土台にした科学技術の時代が終わるんだから、じゃあ次はどんな時代になるのって、そこは本当に哲学が速いスピードでそのようにこう提供しなければならない。私はまあこれからの、ね、哲学はだからね B 哲学ですね、 B 学とか、うん、だから今、はい、令和って言ってますよね、はい、だから今一つビューティフルハーモニーってね、うんうん、そのことだから、いや素晴らしい言語が生まれたと思って、はい、だから私は実は哲学好きじゃなかったの、今までのこう学んでも学んでも、だからまあ人たちがこれ研修地でどう使うのとか、あのレベルの哲学が多すぎてだけど令和だったらこれいいって思って、私ね令和哲学者になろうとして令和哲学者ってね、私はまあ技術者だったんですけどね、自分のイメージでは感覚技術、感覚を開発しないとダメって、目で見える世界、耳で聞こえる世界じゃなくてね、その意味で感覚技術、感覚を開発する、まあ、N テックとか言ってるんですけど、認識技術って言ってましたけど、はい、令和のこのワードを出会って、あ令和哲学者だったら全然いいじゃんって思って、はい、そのようにまあ今の時代の哲学は今までの哲学とは違って、はい、めちゃめちゃ哲学自体がいないと、もう本当に人類が統合できない、ね、逆にそんな時代になりますね。ありがとうございます。これがもう一つの体がチップになっちゃうからね、 AI 時代に、ね、これがチップになったりデータになっちゃったりなるから、人間の存在意義とかね、はい、人間の尊厳性が危ないから、うん、はい、確かにこれ今そこすごくテーマになってる人間の尊厳の時期言われてると思うんですけど、はい、でまさにその今までの哲学を補って次の令和哲学、はい、そして本先生も今されてる中で、じゃあその令和哲学はそれを学ぶことによって、まあ、人間はどうなれるんでしょうか。はい、まあ一番ね今ここ心がすっきりワクワク、人間一人一人がみんな自分の尊厳能力を無限で発揮できる、個性が基本的に完成できちゃう、だから人間が好き、自分が好き、人とティームプレイするのが楽しい、考えが歓喜で、今までの哲学では考えが歓喜まで来ないでしょ、喜び感動が、だけど令和哲学は考え自体がもう楽しくなるだからエネルギーを消費するじゃなくてね、エネルギーの生産が起きる、逆に、うん、自分の考えも可愛く見えちゃう、うん、だから考え、感情、言葉、行動自体が統制できるから、はい、うん、人間誰もがね、うん、そんなこと大きいですよね。だから考え、感情、言葉、行動、人間関係を統制できるスイッチを明確に持った状態で生きられるから、めちゃ便利ですよ、はい、いやなんかまさに今これからの時代、本当個性を発揮するとか、まあ、多様性を生かし合うとかいうのはすごく社会的にもよく言われてますし、やっぱ本当にそれができることって、今令和哲学を学ぶことでそれができるようになっていくとすごくこうワクワクしたんですけど、もう 100% もう保証しますよ、はい、令和哲学、すごいですね、はい、じゃあ宇野先生、ただそのまずはじゃあその令和哲学を学ぶにはまず何から始めたらいいですか。そうですね、だからね本当は今ここからですけどね、今ここ目で見ちゃダメから、あ目で見てるレベルだけに依存しちゃったらもう脳に支配されちゃうから、とにかくね心と脳の時代の中で、脳で働くのを心で働くのってこの時代です。だから心が働けばね、うん、だからこの検出にとらわれない、検出を解析する主体は心だから、解析にする主体と
次元の主体と思い込みの主体、この3つがあるんです、人間はね、はい、うん、だから何から始まるのかっていうのは、今ここ実は目で見ちゃダメ、まあ、その世界でじゃあ何で見るのって、そのために心をマスターしなきゃならない、その世界に行くんだけど、心は今までの心理学が言ってる心、今まで一般的な我々心って言ってることは、本当の心のまあ9000兆分の1ぐらい、心もっとすごいよって、はい、まあそのことですね。だから何から始まるのかって言ってることは、あ、今ここ目で見てる世界は錯覚であること、うん、人間の目で見てる世界が絶対ではない、犬から見たらカエルから見たら猫から見たら全く違う現実が、ね、見えちゃう世界だからね。だから人間の目で見てる世界、これが、あ、相対的な一つに過ぎないんだって分かればね、うん、この現実を楽しむことができる世界に、ね、移動できるね、その鍵になりますね。そこから、ああ、めちゃ面白い世界があるんだって、あれが重要なんだよね。この建設にバッシリハマってる状態では、かなりね、上がったり下がったりしやすくなる。だから自分の考え、感情、言葉、行動、人間関係は建設で起きてる、ね、世界だから、そこを統制できるためには、この建設自体をしっかり、ね、統率できる建設の外、今ここが検視室の外から検視室を見る、ね、その感覚の開発が必要ですね。それがまあ今までの哲学と令和哲学の大きな違いですね。感覚開発、感覚開発、はい、ありがとうございます。本当今ここ、この見ているこの世界は絶対ではなくて錯覚であることに自らが気づくことですね。そうです、はい、錯覚の仕組みがね、見えちゃうことです、うん、錯覚が生まれるよりさせる仕組みが見える、これがこう令和哲学で言ってる感覚がつけたって言ってることですね、はい、ありがとうございます。いや本当今日のお話を聞いて改めて本当に今ここ今見てるこの現実がいかに錯覚なのか、まずそれに自分が気づいていくこと、それがすごく大事なんだなっていうのを感じました。やっぱりそのためにもですね、まあ、今もうこの令和哲学深める気軽に学べる MOU とかもありますし、はい、いい時代になったなと思います。アキさんがね頑張ってねこのね編集デザインで関わってありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当に、はい、気軽に ね誰もがね、その形でこの令和哲学を学べるができることが準備ができているので、皆さんぜひどうぞ。今日ここまでします。ありがとうございました。